リスボン大学植物園は、ポルトガルのリスボンのエスコーラポリテクニカにある植物園である。リスボン実業学校の教育と実験のために建設が計画された。1859年に学校の理事会が植物園の用地を選定し、1873年から建設が始められた。計画を推進したのは植物学者のフィカーリョで、植物園の建設は、 ドイツ生まれの造園技術者で、コインブラ大学植物園の建設にも参加した、エドムント・ゴーチェが監督し、植物園の高地部に、ラシ植物、騎士植物を配置した。1876年に、フランス生まれのジュール・アレクサンドル・ダボーが定地部の池や、滝、ヤシの通りなどを、削園し、植物を植えた。百七十八年に開園式が行われ、熱帯種や、 ニュージーランド、オーストラリア、中国、日本、南米からの植物が展示された。その後の施設や植物の劣化のために2016年に一般公開を休止して改修工事が行われた。ジャジム・ボタニコ・ダ・ユニバーシダード・でリスボア。2011年12月2日閲覧。ありがとうございます。